こんにちは、ゼキザップです。ただいまの時刻は朝の6時ちょっと前ということで、だいぶ日の出がゆっくりになってきたんで、ちょうど太陽が昇ってきましたね。で、本日はホンダ太田販売主催の壮行会ですね。そのために井頭モーターパークに向かっているわけですが、例によって道中特に何もないんで、今回もテーマを決めて話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今日はメッシュジャケットに薄手のウィンドブレーカーなんで、これで果たして体が持つのか。ただ日中ね、また29度ぐらいまで上がりそうなんで、やっぱこの時期、朝と昼の寒暖差が厳しいですね。さあ、それでは井頭モーターパークに向かってひたすら国道50号から294号だったかな、その辺を使いながら走っていきます。で、最近時自分のチャンネル内では、DAX125、新型のやつですね、それの動画を立て続けに6本出してきたわけですけど、今回ね、その DAX の後初のハンターカブラのツーリングとなっております。なので、非常に懐かしい感じがしますね。けどやっぱり自分にはハンターカブがね、非常に心地いいなと思いながら走っております。そして今回のね、話のテーマになってくるんですけど、DAX125 とハンターカブ、どっちの方がおすすめかっていうところをね、話していきたいと思います。そのぐらいの比較がなんでっていうところはね、あるかと思いますが、モンキーとDAXってキャラクターが全然違うじゃないですか。モンキーって完全に一人乗りだしマニュアルじゃないですか。で、DAXって、あれハンターカブとかね、スーパーカブと同じように、オートマ限定の免許で乗れる乗り物なので、比較対象になってくるのは、DAXとスーパーカブとハンターカブになってくるのかなと思います。で、ただスーパーカブについては自分乗ったことはないので、ハンターカブとDAXの比較についてね、話していきたいと思います。どっちがおすすめかっていう結論になってくるんですけど、どっちもおすすめっていうのが答えですかね。で、ただしっかりと自分がどんなバイクライフを送りたいのかっていうところを押さえた上でね、おすすめは変わってくるかなと思っております。例えば自分みたいに、林道ツーリングとかフラットダート、あとはロングツーリングとか、あと YouTube とかでね、カメラとかの機材が多い方っていうのは、どうしても積載性が必要だったりとかするんで、圧倒的にハンターカブの方が使いやすいしおすすめです。で、一方でね、動画撮影とかはそんなにやんないから、スマホでね、軽く写真撮ったりとか、あとはね、ツーリングを気軽にやりたいっていう方であれば、DAX非常にありなのかなと思います。この辺りは本当乗る人によって違うんですよね、楽しみ方が。自分も最近でね、ウォーター販売さんのおかげで、いろんなバイク乗らせてもらって、新型の CB250R ですとか、DAX125、あとは、ライディングスクールとかでね、いろんな種類のバイク乗ってるんですけど、本当使い方によってバイクって合う合わないがあるんだなと痛感しております。自分が合わないなと思ったのは CB250R ですね。ああいったスポーツタイプのバイク、自分の使い方、趣味とは全然合わなかったんで、ああいうの買ってしまうと、多分乗らなくなるんだろうなっていうのが、分かりました。DAXとハンターカブの場合は、原付2種なんで、ファミリーバイク特約とか使えば維持費の負担っていうのは非常に少ないですし、人気車種なので、あれですね、売った時の値段も結構高いんで、買って失敗することはないかと思いますが、それでもね、やっぱり自分の使い方、趣味に合わせてね、合う方のバイクを選んでいくのがいいのかなと思います。さあ、それでは50号もね、曲がりまして、このまままっすぐ行って途中1回それて、井頭モーターパークに行く感じとなっております。で、この辺りでね、1回休憩入れましょうかね。確か二宮だったかなんだか、道の駅があったと思うんで、そちらで1回休憩をしておきます。いや、それにしてもだいぶ道が空いてますね。今朝7時ぐらいなんですけど、この辺りあれか、ツインリンク茂木とか行って以来なんで、いや、だいぶ懐かしい感じがしますね。2ヶ月で季節がこんなに変わるのかっていうね、なんか1年もあっという間に終わりそうですね。ということで、こちら右折して道の駅二宮で1回休憩してから、また走り出したいと思います。さすがにオープンしてないから空いてますね。なんか道の駅に二宮って書いてあったから、金次郎いましたね。こんなちっちゃかったんだ。そして後ろに背負ってるの、もっと丸太みたいな感じだと思ったら、枝みたいな感じになってますね。さあ、今が65キロ走ってるんで、もうすぐですね。行きますか。それでは話をダックスとハンター株の比較に戻しまして、どっちがおすすめかというとね、使い方によっておすすめは変わってくるよというところになったんですけど、自分がもしダックスを買うんだったらという点で話をしてみますと、ダックス、これ1台に絞るのはきついなと思ってます。自分の場合はダックスはどうしてもセカンドバイクかサードバイクか、そんな位置づけかなっていう印象がしましたね。どうしても機材が多いっていうところと荷物が多いんですよね。バイク乗りの方って結構荷物が軽かったりするんで、普通のバイク乗りの方であればダックス1台でもどうにかなるのかなと思うんですけど、どうしても自分荷物が多くなっちゃうんですよね。カッパだったりとかカメラだったり、カメラも多い時2台体制だったりするし、GoPro も2台体制だったり、バッテリーも3個ぐらいね、モバイルバッテリー持ってたりとか、本当に機材が多いんですよね。そうなってくるとちょっと自分の場合は、ダックスの時はツーリングの仕方っていうのをね、だいぶ絞んないといけないなってなってしまうんで、なので2台目3台目の位置づけになるかと思います。で、ダックスでロングツーリングとかね、できないのかって言われたらそんなことはなくって、この間のツーリングも下道310キロ走っていて、一応300キロ以上から下道だとロングツーリングっていう部類に入ってくるんで、できるんですよね。その辺も普段からハンター株でね、500キロ前後のツーリングをやってるからね、体力がついてるからというところもあるんですけど、ダックスでも500キロぐらいのツーリングだったらね、無謀なくできるのかなっていう感覚はありました。なのでどっちの方を選んでも、ツーリングは普通に楽しめるし、写真映えもするっていうところで、ただ林道に行く機会があるのかないのか、荷物が多いのか少ないのかっていうところで選べばいいのかなと思います。見た目についてはね、好みがあるかと思いますんで、可愛いフォルムが良ければダックスだし、アウトドア感のある武骨なスタイルが好きであればハンター株なのかなと思います。そうですね、そんな感じで、ダックスとハンター株については、締めたいと思います。それではこれでそろそろモーターパークに着きますね。右側にありますね。あれけど人がいる気配がないので、ここじゃないのかな、何個かコースがあるのかな。ちょっとあんまり下調べしてないんであれですけど、とりあえず一旦写真だけ撮っておきましょうかね。サムネに使うか、それともツイッターかインスタに上げるか。そしてハンター株、このブレーキの鳴きがちょっとね、まだ解決しないですね。ブレーキの鳴きがひどい時もあれば全く鳴かない時もあるということで、なんか不思議ですよね。常に鳴いているわけではないんですよ。全く鳴かない日もあるんですよね。湿度が影響しているのか温度なのか、ちょっと悩ましいですね。で、奥の方に案内されたんで、向かっていきます。こっちにコースあるんだ。これはだいぶ走り回りますね。そしてなんかいつものライディングスクールとは違ってだいぶガチな雰囲気が出てますね。なんかこっちまで緊張しちゃいますね。すごいな、みんな走る気満々って感じですね。さすが壮行会ですね。さあ、こんな感じで、今回、ハンター株でのね、サーキット走行というところがメインになってきますんで、その様子は次回の動画でね、たっぷりと見せたいと思います。ご覧の通り、初めてね、ドローンでの映像とかも撮影してもらったんで、これは動画編集するのがすごい楽しみですね。そしてハンター株でのね、限界走行というところもチャレンジしたんで、ステップ釣りながら走る限界のね、コーナリングをぜひ楽しみにしてもらえたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。